皆さんどうも高島です。今回はですね、兵庫県の人口2万7000人都市、相生市の市街地を散策した時の様子を動画にアップしてまいります。映像の方映っておりますのが、JR 山陽本線でやってまいりました、相生駅となります。こちらの駅、赤穂線、そして山陽新幹線の駅でもあります。今回の動画では、 こちらの愛宵駅から南の方、市街地進んでまいりまして、海沿いの都市となっておりますので、そちらまで歩いてみたいと思います。こちらがですね、愛宵駅の南口駅前の様子となっております。このように所々高い建物を見られるんですが、まあ、今、東翼院が映っておりますように、それらは基本的にビジネスホテルとなっておりまして、 周りりに所々中層ののビルが見られる、そういっった駅前の都市景観となっております。で、海沿いの町で長く造船が盛んな場所だったようでそれに関係するのか怒りのモニュメントが駅前ありましてその横がですね結構大きめなバスターミナルみたいなふうになっていましたねえ路線バスを待っていらっしゃる方たくさんいらっしゃいましたで、 今回駅から南の方を向いいいて、県道64号線進んでいきたいと思います。こういう風にレンタカーのお店ですとか反対側にはラムーのね安いスーパーマーケットありましてまあ私ねこういう安いお店見るの好きなのでちょっと中入って覗いてみましたで少し買い物をした後にまたそのまま県道64号線沿い進んでいきたいと思います 今ですね、ちょっと大きめの交差点見えてまいりました。これが西国街道かなの道になっているそうです。その道沿りとなっていきますと、まあ、いくつか高い建物見られるんですが、このようにね、本当に落ち着いた駅前となっております。ただ、ちょっと奥の方を覗いてみますと、やや高めのね集合住宅のようなもの見られるんですが、下の方はですねいろいろテナントが入っているというかね、まあ、学習塾とか入っていまして。 まあなんだか駅前らしいねちょっとビルとか見られるんですが、まあ、そういった建物少なくて本当落ち着いた市街地に見られると、まあ、ただ、ですねこの IOC の中心市街地となってまいりますと駅から離れたところになってまいりますので、えー、今回はですねそちら向けて進んでいっておりますでそちらに向かう途中のねこれ県道沿いなんですが基本的には落ち着いた住宅街になっておりますけれども さっき映りましたように個人商店があったりこちらも幼稚園か保育園ですかねその向かいにまた集合住宅、えー、マンションアパートみたいなのがありましてその下の方にはなんか事務所が入っている雰囲気になっていましてね、まあ、狭い道だったんですがいろいろ建物が密集しているというふうになっておりましたでさらに進んでいきますとこちら川がね見えてまいりましてその川沿いにですね またこれ県道64号線の方になるんですが、えー、大手チェーン店というのが少しずつ見られるようになってまいりましたすき家の牛丼屋さんにセブンイレブンのコンビニエンスストア見えておりますけども、えー、そこからまた64号線ですね、えー、南に進んでいっておりますこのように車道が広くなって新しいね道になってまいりまして、えー、バス乗り場も見られたりこのように信用金庫のね 建物ですとか、まあ、それを越えていきますとまた個人店みたいなもの見えてまいりましてこの辺り中心市街地の手前ということで、えー、綺麗な道路にあとはその道路沿いのね建物ですけれども、まあ、大手の新しいものから個人のね古いものまでいろいろ混ざっている、えー、そういう場所となっております、まあ、そういったところをさらに南に進んでいきますとだいぶ中心市街地に近づいてまいりました まあ、このように信用金庫建物ありましてそこからまた左右にね道が分岐をしている風になります県道の方を離れてまいりましてこちら本町と書いてありますけどもそちらのね、えー、商店街やってまいりましたこのように全外式アーケードになっておりましてねこの中の様子歩いて見ていきたいと思います まあご覧のように通行人の方っていうのはまあ時々自転車をこいでらっしゃる地元の方が見られる程度でまあゆっくりね歩くことができそうなそういう場所になっておりますこちらも大手チェーン店というのは基本的に見られず地元の食堂ですとかね日用品店あとこのようにねカラオケー店みたいなものも見られましてローカル感あふれるそういった商店街となっております まあ、シャッターが閉まってしまっているお店っていうのも、えー、それなりにあるんですけれどもねそれが全てというわけではなく、まあ、地元の方が行き交っているということで、まあ、それなりにね、えーまあ、にぎわいっていうものはないかもしれませんが、まあ、地元感あふれていて散策して楽しかったですし、まあ、落ち着いた街だなというねそういう印象を持ちました。本当に大手ののお店っていうのは少なくて まあ今映った郵便局ぐらいなんでしょうかね。あとはこのようにタバコ屋さんですとかカフェなんかも見られましてね。でその横には制服のねお店というか服屋さんかなありましてまあどんな小さな都市にもですねその制服のお店っていうのはあったりするものですよね。まあ、そんなことを言っているうちに商店街の端っこあけどね端っこの方までやってまいりました。まあこんな風にね まあ歩行者の方も少ないということで、まあ、自動車も越えていくようなそういったアーケード街となっておりましたでまたそれを越えていったところにねなんかルパンのデザインですかねイラストがあるタバコ屋さんみたいなものをまた見られまして結構喫煙者の方多くこの町では私歩いていて見かけましたねまあタバコがお好きな方が多い町なのかもしれませんでそれを越えていった先にですね まあ、大型スーパーといいましょうか、コープデイズのね、えー、建物、商業施設がありまして、もちろんコープのね、スーパーあったんですが、あとはダイソーの100円ショップですとか、カーブスが入っているようでありました。で、まあ、商店街歩いていったということで、しばらくさっき歩いていた県道64号線外れておりましたから、えー、コープを西にいて戻ってきました。そうしますとね、やはり中心市街地ということで、大手チェーン店、コスモスですとかね、あとは銀行などの、 大手チェーン店が見られる剣、えー、道沿いとなっておりますこちらが中央通りといいいうう、ねえー、名前ついているようです、まあやはり、まあ、そんなに規模の大きくない都市ということで個人商店も割合としては多いそういう中心市街地となっておりますまあキリン道ですとかね、えー、その横にも、えー、スーパーマーケットか何かでしょうか、えー、その商業施設も見えておりますあ川辺というらしいですが でこちら側にもウェルシアのドラッグストアあってドラッグストアの割合やはり多いですねでその周りには割と個人商店もね、えー、多く、まあ、数としては大手チェーンというよりも個人のね小さなお店がいくつもあるといった、えー、そういう中心市街地となっておりますで今映っているあたりですけれども映像左側は信用金庫そしてビジネス旅館ですか、えー、その建物があって で反対側にはなかなか規模の大きめの建物があってねそちらが市民会館となっておりますで今映りましたのが標識にありますようにああいう市役所の建物となっておりますはい、このようにその市役所の向かい側に市民会館そして市民体育館のなんか建物もあったりするようですねでその市役所の南側のねちょっと奥の道路なんですけれどもどうやら ちょっと飲み屋街がね、まあ、飲食店街みたいなものが広がっているようですので、そちらの様子も見てみることにしました。このように地元の食堂ですとか、あとは焼肉店の看板や駐車場が見えております。あとは NTT の建物もね、少し大きめなものありますよね。まあこの愛宵市のようにですね、まあ、中心市街地と駅が離れているえ、そういった都市となってきますと、 結構市役所ですとかねその役場とかの周りに飲み屋ですとかね飲食店街が多く立ち並んでいるそういう都市を割と多くこれまで日本中の都市歩いてきて見かけましたけれども、まあ、この愛生市もその例の中のね一つの都市だなというふうに思いましたでまあそんなに広さとしてはな,いなかったんですがその居酒屋街みたいなところを越えていきますと まあこれ海沿いなんですけれども、ポート公園というね公園がありまして、ご覧のように大変綺麗なね海が見えていまして、まああの反対側もね普通に陸地広がっていますので、まあそちらが見えているといった風になっております。で海沿いに通っています国道250号線ですけれども、えー、こちらをね現在、西に進んでいるという風になっております。はいいポート公園前というね交差点 書かれれてありますけれどもでしばらく国道進んでいきますと、えー、まあ橋みたいなところがあってねこれ大変綺麗な景観となっていますよね、まあ、この道あい、えー、大橋という、ね、橋とあとはりまし小さいロードというね道になっているそうですけれどもでその海を越えて反対側には IHI というね、まあ、重工業を中心とした製造業のね会社の工場がありまして。 まああのー、長くねこの IHI の企業城下町という風に i o c になっているようでありますで国道、えー、橋を越えてねしばらく行きますと道の駅が見えてまいりましたこちらが IOI ペーロン城という場所なようでしてこの i o c 市カの養殖が盛んだということで、えー、そうした商品の取り扱いですとかね、まあ、いろんな特産物が売ってありました でそのすぐね、まあ、北西に当たるところなんですけれどもマックスバリューのスーパーマーケットがこのようにありまして、まあ、その周りにね、丸亀製麺ですとか和食佐藤、マクドナルドあとセリアとか福屋さんとかねえい,ろんんいろいろ並んでいましてこの商業施設がね、全体でイオンタウン愛用の建物となっているようでありました、まあ、そういうわけでね 駐車場が広くたくさんの方が、まあ、車を止めて買い物を楽しんでいらっしゃる光景というのが見られましたでその北側にはですね台北のホームセンターがあって、えー、現在はですね、えー、さっき、まあ、県道64号線ですか、えー、歩いて南の方進んでまいりましたが、えー、その、えー、一つ西内のね幹線道路といいますかその道を歩いて えー、アイオ駅の方にねこれ北歩いて戻っているという風になりますまあ、基本的にはこのようにまあ、住宅街となっているんですがまあ、さっき手前の方ねその IHI 関連の、えー、ビル少し高めのもの見えましたねでしばらく行きますとまあローソンですとかまた海ですかね見えてまあ船も小型のものたくさん泊まっていたりまあ海沿いの都市らしい景観広がっているんですけれども さらに越えていくとまたね住宅地が基本的に広がっているんですがまところどころねやはり割と多く個人のお店ですとかあカフェとかね今も、えー、スポーツショップ映っておりますけれどもほんと地元のお店が多いという雰囲気が感じられましてまあ、この愛生市ね まあ新幹線で岡山方面ですとか、まあ、神戸大阪方面関西方面すぐ行けるっていうのと、まあ、姫路市に近いっていうのはあったりしますけれども、まあ、地理的にやっぱり多少距離ありますから、まあ、独自のね町、まあの作りといいますかあーローカル感というのが強い、えー、そういう場所の印象を受けましたね。ということで恋、まあ、がね泳いでいるとても美しい景観もねちょっと見られたりしたんですがそういったところを越えていきまして これ愛宵駅前戻ってまいりまりした、まあ、海沿いの景観からあと地元のアーケード街なんか見ていて本当に他の町にないようなね都市景観で結構長く歩いていたんですけれどもあっという間に散策が終わってしまったような感覚になりましたということでですねまた山陽本線利用してこの町離れて岡山市方面に向かっていったというふうになりますご視聴ありがとうございました